じゃあ始めます。はい、YouTube をご覧の皆さん、おばあ、おばあ、そして兄貴が編集するポッドキャストをお聞きの皆さん、こんばんは。いつもの放送ですが、今日はマリンちゃんがいます。マリンちゃんがいますね。マリンちゃんスペシャルです、今日は。はい、マリンちゃん、自己紹介お願いします。18歳の市川マリンです。シンプル、至ってシンプルですね。シンプル、わかりやすい。今日はですね、実はですね、新一宮プロレスの興行がありまして、はい、シビックテラスで、はい、試合をやってきました。うん、リングを立てるんじゃなくて、はい、マットを引いて、はいはい、マットプロレスっていう形になって、はいはい、最初お客さん来るかもう本当ドキドキだったね。いや、結果的に駅にしても試合できた、はい、ああそうか、簡単に入れましたもんね。そういうので、いやこんなに晴れちゃったけど、シビックテラスでね、まあ早朝の、ね、6時にはね雨が降ってたから、もう無理だっつってやめようぜっつって、で高井選手もね、はい、メールして、で、まあ、試合は、リング立てるのなしでマットで、はい、でシビックテラスでやろうっつって、はい、俺が判断しちゃった。で蓋開けてみたら意外と晴れてる。意外とだもんね。まあまあ分からへんですからね。分からへんですからね。で場所も変わるし、まあ、いや今ねシビックテラスよりね、はい、駅西のあの広場の方がね、はい、集客力あるね。いやそれはそうだと思いますよ。いやだってさ、シビックテラスで生きた時って。でさ、すごかったじゃん。すっげえ人いっぱい来てたじゃん、まあね、あそこに座ってる人もいっぱいいましたもん ね。あれ100億円かけて作ったっていう噂もあるじゃん。100億円かけて作ったのにさ、普通のさ駅西の広場の方が強いっていうのはさ、笑っちゃうよね。ね、ちょっとなんか音が出るとすぐ苦情来ちゃうしね。そう駅西なんか全然来ねえよ。多分ミサイルとか撃っててもね。核爆弾とか言っても苦情来ない。いやいや、何をおっしゃってるんですか。じゃあ、シビックテラスでも試合やって、駅西の広場でも。いや、駅西は一切なし。で、まあ、神山商店街ね、駅西のドン、小さな巨人こと、前田のせいちゃんが来たりとかね。東京署で、いや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 、何喋ってるか分かんない。ある意味そこプロレスと通じるところありますね。何喋ってるか分かんない、何言ってるか分かんないね。アヒルが泣いてるみたいな感じ。まあそんなこんなでね、今日1試合やりました。マリンちゃんが、マリンちゃん今日はどんな合間で歌ったの。いや、初っ端から、初っ端に歌って、その後試合やって歌ってっていう感じで、おそ松くんのコスプレしてね、歌ったんや。超かわいいじゃないですか。その動画もいずれ上げられるんですか。ああ、あるあるある、あります。あるあるある、おそ松さん、おそ松さん、あ、まあ、ほんとや、これ手縫いです。手縫いですか。アナログですね。いいですね。おじさんたちはもうね、ニコニコしちゃうね。微笑ます。自分の娘をね、マナ娘を、ね、見ている気分。いいね、頑張ったもんね。いや本当ね、プロレス始まる前にね、マリンちゃんがね、なんかそうやって歌ったりで踊ったりとかしてくれたおかげでね、なんとなく人が集まりだして、大きいですよ、場が温まるもんね、本当に。そうで、あとお菓子もね配ったりとかしたので、菓子巻きありますから、皆さんこの後菓子巻きありますからとか言って、菓子を食べてってとか、ただですよとか言ってね、なんとか人集めたね。それは確かに人寄ってきちゃいますよね、一度目で。でも意外と集まったよね。まあまあいい感じで集まった。アイドルライブよりもね、はるかに集まったね。あ、一般の人です。でね、面白かったのはあれだよね。試合やってヒールのレスラーがゆすりかまん5号って言って、はい、普
普通に暴れてたら、はい、もう子供が号泣して、まあ、でも前回のプレゼン、うちの子を号泣させました。散々絡んでくるの、レスラー誰だったか忘れてたけどね。まあ、でみんな子供泣くよね。まあね、いいんだよな。俺だってさ、19歳の時にさ、前日のパトリオットっていう選手がいて、その選手が除外乱闘でこっち来たって怖かった俺。19歳も、うん、ああ来たーとか言って。で俺の友達の剛っていうのがいるんだけど、同じこのね町内のやつなんだけど、そいつがさ俺を盾にして「お前が行け」とか言ってやる。その時に本当にこいつ殴ってやろうかと思って。どんだけ見てる。まあまあでも怖いですよね。ガタイもでかいしね。だって2メートル近いさ大男がだよ、なんか椅子振り回してこっち来るって異常な世界で、ね、あ怖いです。ちなみにマリンちゃんはプロレス見たことあるの、うち以外で。ある。あるの。え、あるんだ。これまた何すごいね。ちっちゃい頃、うん、パパと一緒にプロレスの舞台行って、うん、あの舞台の中、うん、すごかった。すごかった。血だらけになった。血だらけになった。おー、大流血だし。トラウマでしたね。運ばれたとね。あ、運ばれたの、なんかね。そうか。まあ、そういう流血事件はうちはないけどね。今のところで、この先あるかもしれないけど。有刺鉄線デスマッチがあるかもしれないけどね。もうね、芝居は大流血とかね。はい。でもね、マリンちゃんはね、芝山大好きなの。うっせぇおらって言われた今日。芝山って言ってました。うっせぇおらって言ってもらった。いいじゃん、ね、やっぱさ、思うけど、チャンピオンがかっこいいって、18歳の女の子にかっこいいって思ってもらえる団体は、いいね。いや、いいですよ。だって子供もやっぱインパクトあって、帰ってくるといつもやってますからね、うっせぇおら、うっせぇおらって、ね。うちの娘もね、やっぱ7歳だけどね、芝居もかっこいいっていうもんね。やっぱかっこいい大人がいてプロレスラーでエースっていうのはやっぱり大事だよね。芝居さんの体格も素晴らしいしね。うん、なんかザ・プロレスとかってね、うん、猫好きなんだけどね、あいつね。それいらん情報ですね。ドーベルマンでも好きなんですよね。いやいやいや、もう本当に、ね、勝ってるんですね、この秒がついた首はね。ドーベルマン5匹ぐらい買ってますよね。猫好きでね、なんかね、保健所とか猫つぶってくやついたら、もう許さねえぞって言ってるような、ないいのか悪いのかよく分かる感じだよね。まあね、ベビーフェイスですから、ね。あとは今日は、ゆすりかまん5号と、はい、柴山選手が試合やったりとか、はい、あと、バリケンキッドが、食い逃げ仮面の試合でした。電話かかってきた。じゃあマリンちゃんが電話かかってきたんで、ショートバージョンで終わりますか。ね、もうパッと終わっちゃいましょう。じゃあ兄貴、ポッドキャストの編集をお願いします。お疲れ様です。